こんにちは、とうちゃんです。えー、前回までで、えー、メモリの増強と SSDA の交換でパソコンの、えー、パワーアップ高速化を図りました。えー、今日は Windows 7をまだ使っているので Windows 10へアップグレードしたいと思います。インターネットを立ち上げて Windows 10 アップグレード。そうすると、マイクロソフト社のダウンロードページが表示されます。で、Windows 10のダウンロードページが、えー、出ましたら、えー、今すぐアップデートをクリックします。 ダウンロードが終わったら開くデバイスの変更を許可します今すぐダウンロードを押すと しばらく待ちます。で、えー、ライセンス状況、の同意するを OK します。そうすると、この PC を言いますがアップグレードすると、えー、インストールメディアを作成するの選択が出ます。で、今回、インストールっていうことで、 え、動画を作ったんですけども、えー、すでに、えー、インストール、私はしました。で、通常の場合、この PC を今すぐアップグレードするを選んで、えー、その次へ、えー、指示に従って進んでいけば、えー、アップグレードできます。で、あまりにも簡単なんで、ちょっと省きまして、で、私の場合は、えー、インストールメディアを作成する。 えー、もしもクラッシュした場合に、えー、Windows 10を再インストールするためのメディアを作るということをしたいと思います。えー、皆さんはこ、えー、今すぐアップグレードするを選んで指示に従ってインストールしていただければ1時間半から2時間ぐらいで、えー、アップデートが終わると思います。その作業を行ってください。 こちらも指示に従っていきますで私の場合は DVD ドライブ、えー、片面2層メディアをに、えー、インストールファイルを作るのでこちらを選んで次へ で保存を選びますで。しばらく待ちます。ダウンロードが終わりました。えー、次に ISO ファイルを DVD にコピーしてください。という形で出ますので、えー、書き込み先ツールの表示が出ます。 DVD をセットします容量が8ギガなので片面2層の DVD をセットしないといけないですで書き込みを開始しますちなみに先ほど 1 0へのアップデートですけども、えー、無償アップグレード期間は過ぎていますが、えー、今現在、2021年11月10日現在で、えー、無償アップグレードをし,、ま、してみましたけども、えー、Windows 7、えー、または8.1から、えー、インストールする場合、えー、例えばメーカー製の パソコンであるとか、えー、きちんとしたライセンスを持っていれば、えー、今現在でも、無償で、えー、問題なく、アップで、アップグレードができることを確認していますので、えー、ご安心ください。で、今 DVD の書き込み中です。しばらく待ちます。はい。イメージディスクに、あ、ディスクイメージが、 正常に書き込まれました。えー、これで閉じます。これで、えー、Windows 10のインストールディスクが出来上がりました。これでいつでも、えー、再インストールすることができます。で、えー、先ほども言いましたけども、えー、Windows 10へのアップグレードの無償あ、無償アップグレード期間は終わりましたけども、 Windows 7または8.1の正式な正規ライセンスを持っている方であれば今現在でもマイクロソフトのダウンロードページから Windows 10へのアップグレードが無償でできますライセンスコードなどを入力しなくてもデジタル署名で自動的に認証して 無料でアップグレードすることができますのでやってみてください。以上で終わります。ありがとうございました。